トゥーパンプさんからです。パンプさん、日本のプロレスの父力道山、うん、大相撲の大関目前で相撲界のしきたりに嫌気がさして自ら、曲げを切ってしまった人ですから、うん、その意志の強さは半端ないものだったのでしょう、はい、力道山には多くの弟子がいますが、ジャイアント馬場さんとアントニオ猪木さんはそのトップでしょう。私は馬場さんと猪木さんからそれぞれ師匠である力道山のことを聞いたことがあります。二人が共通して言ったことは鬼だったということでした。とにかく厳しい人だったそうで、今では考えられないような練習をさせられて、特にしごがれたのが猪木さん。とてもここには書けないようなことをされたそうです。ただ猪木さんは力道山先生がいたから今の俺があると言っていたことを私は忘れません。鬼のしごきに耐えたからこそ燃える闘魂が生まれるんですよねと。あ、そうまあすごい、じいちゃんなんかねリアルタイムでね、うん、テレビプロレス見たけどね、うん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 、あの顔立ちがねなんか下駄みたいっつうか四角い顔しててねあの鬼の面みたいな雰囲気だったね確か、うんうん、はい、ね、それだけですでもやっぱりねあれですよね、鬼のぐらいしごかれた方が、まあ、強かったんだよ、うんうん、はい。